手ごわそうね。剣道大、どうか気をつけて。相手にとって不足はない。スキリ任せなさい。いいわよ。ここは俺の番だ。崩れたぞ。もらったわ。私の番。行けた。俺の番だ。私の番。俺の番だ。崩れたぞ。みんな力を貸してくれ。いいぞ。任せて。その程度か。正直そうね。行くぞ。任せ。俺の番だ。Holy Spirit.
危険度大。どうか気をつけて。任せるがよい。行くぞ。私の番ね。俺の番だな。しかなさそうだ。私の番ね。受けてみよう。ええ早く天地行くぞ。気をつけてください。天道私のパワー。その程度か精進。宝箱があるな。俺の番だ。今だ。スキー。え？
任せた。今だ。もらったわ。私のターン。行くぞ。よし、これで大丈夫だ。先に進むとしようか。任せるがよい。行くぞ。任せなさい。マイル。私の番だな。任せなさい。俺の番だな。なんて気だな。心してかかるとしよう。行くぞ。行くぞ。任せなさい。マイル。私の番だな。行くぞ。行くぞ。このマイルチャンスだ。スキリ任せ、任せな。俺の番だ。行くぞ。チャンスだ。スキリ見事タ任せるがよい。俺の番だ。私の行くぞ。大きいな。気をつけて当たろなか俺の番だ。私の番ね。行くぞ。
行こうか。カレージャス発進。難敵だな。ここ。手ごわい。俺の番だ。任せなさい。行くぞ。ここだ。任せ。マイ。ええ、いいわよ。ここだ。行くぞ。私の番だ。行くぞ。なんだ。スキー。行くぞ。
みんな向かったわね。俺の番だ。ここだ。天地人手ごわさない。気を相手にとって不足はない。俺の番だ。今だ。付き合い。私の行くぞ。任せて。ごわさん。はい。任せて。任せて。え、はい。はい。行くぞ。行くぞ。え、はい。行くぞ。ダンスだ。行くぞ。崩れたぞ。あなたは私の勝ち。行くぞ。戦闘終了。さっ、の手間を省いてあげたっていうのに。私とあなたたちの仲でしょ。ザレ事を今さらそんな冗談が通用するとでも。
ユミルでエリゼたちをさらったけ忘れてはいないぞ。ふん、随分と嫌われちゃったわね。姉さん、どうしてここに。この地のことは私だって知らなかったのに。私は正真正銘の魔女だからこそ、私は何でも知っているのよ。半人前のあなたとは違ってね。この場所についても知り尽くしているみたいね。あなたやオサ以上にね。そうね、エマ、せっかくだから教えてあげるわ。私たちヘクセンブリードに課せられた魂。いえ、違います。何かが流れ込んでくる。見えたろ、これは誰かの記憶なのか。私にも同じものが見えたが、あの金髪の娘はやはり、私たちにまで。姉さん、一体何をしたの。ちょっとしたサービスみたいなものよ。本来ハイノライザーであるリーン君にしか見えないものを無理やり見せてあげたの。250年前の獅子戦役、その裏に隠された真実の記憶をね。獅子戦役の血は、やっぱり今の記憶は。ええ、獅子神皇帝ドライケルス・ライゼ・アルノール、そして槍の聖女リアンヌ・サンドロット、彼らはあの獅子戦役を鬼神と共に駆け抜けた。そして他の大いなる力との争いに巻き込まれていったのよ。ちょうどリーン君とクローンがそうであるようにね。あの獅子戦役の裏で鬼神同士の戦いが。バカな、そんな話は聞いたことがない。いえ、おばあちゃん、オサに聞いたことがあります。まさか。あなたにもやっと分かってきたみたいね。大いなる力のかけら同士は運命に引き合わされ争う宿命。この帝国では激動の時代、幾度も同じことが繰り返されてきたわ。そしてその真実はやがて人々の記憶から消え去る。仕組み。待ってくれ、さすがに理解が追いつかない。ちょっと理解するのは難しいかもしれないわね。
でも仕方がないわ。この世界はそういう風にできているのだ。まさかピーター、魔女の真の役目というのは。そう、その巨大な仕組みと流れの一端を担い、それこそが私たち魔女の本来の役目というわけ。新米魔女と使い魔には初耳でしょうけどね。ババ様もあなたには負担をかけるまいと黙っていたんでしょうけど、使命の本質も知らないまま使命のために生きてきた私の可愛い可愛い妹。なんてかわいそうな。聞いてた以上のサドっぷりね。前を向くんだ。真実から顔を背ける必要なんてない。リン、ある？俺も時々自分の真実を知るのが怖いと思う時がある。それを知ったら今まで通りの俺でいられない気がするから。でもそれでも絶対に信じられることがある。7組のみんななら、一緒に過ごした仲間なら、どんな俺でも絶対に受け入れてくれるってこと。うん、私も良平だったことを受け入れてもらったし。もともと俺たちは身分も出身も全く違う。だからこそ一度結ばれた絆はたやすく切れることはないだろう。その通りだ。顔を上げるがよい、エマ。いかなることがあっても我らはそなたと共にあろう。リンさん、ピータ姉さん、今私はようやく自分の気持ちに気づけたわ。え？士官学院に入ったのはあくまで魔女としての使命を果たす導きに従い、幼い頃から使命のためだけに生きてきたけど、今はそうじゃない。こうして巡り合えたみんなと共に自分だけの道を歩いていきたい、そう心の底から願っている。エマ、いい短歌じゃない。それでこそ俺たち7組の委員長だ。なるほどね。どうやら士官学院は思っていた以上にあなたを成長させていたみたいね。姉さん、いいわ。久しぶりに稽古をつけてあげましょう。あなたが魔女としてどれだけ成長しているか存分に見せてみなさい。踊れ踊れ、かわいい小鳥。主の敵を眼に捕らえ、爪を立てて牙を向け。なんだ？グリアモス！まずい！離れなさい！膨大なマナを注ぎ込むサヴァントパルス、おそらく幻獣を上回るほどの力を与えられています。見せてみなさい、エマ。その意志に見合う力を。あの皆さん、どうか私に力を貸してください。わかった、任せるがよい。相手にとって不足はない。
受け任せてくれ、今だ、付き合い、はい、俺の番だ、今だ、付き合い、早き、はい、えい、俺の番だな、行くぞ、チャンスだ、みんな一気に決めるぞ、了解しました、私の番です、チャンスです、キアリ、マイ、セイ、今だ、続きます、任せるがよい、ハッ、行くぞ、ハッ、ダサウ、行きます、ハッ、俺の番だ、崩れたぞ、スキアリ、任せるが、セイ、俺の番だな、セイ、ダサウ、今だ、行きます、変動を、すみません、みんな任せてくれ、ゾラ、ありがとう、この程度、はっ、行くぞ、やり手応えはあったようだが、なるほど、どうやら言うだけのことはある、うん、だいぶヨロヨロみたいだけど、ふん、グリアノスもしぶといわね、まだやるってんじゃないでしょうね、残念だけどこの辺りグリアノスもあまりこき使っちゃかわいそうだし、姉さん、エマ、あなたの決意は見せてもらったわ、でも分かっているわね、意志は貫き通せなければ全くの無意味ということくらいな、ええ、分かってる、私もこの内戦を通して、そして姉さんを絶対に止めてみせるから無駄だと思うけど、せいぜい頑張ってみなさい、最後の宝はこのまま差し上げましょう、それでは炎の祝祭日で、規則連合によるテートの防衛線は先日西側に後退しました、その意味でテートの東側、トリスタ周辺の守備はかなり薄くなっている状況です、
る。仲間とのリンク、うまくやりなさい。そこだ。任せなさい。この調子よ。
わね。あと一人しよう、チャージするわ。くらえ。なんとか無事に。懐かしいな。俺たちの第三学生寮。そうか、本当にこの町に帰ってこられたんだな。ずいぶん時間がかかってしまったな。管理人やクロウもまだ帰ってこられてはいないが、あと一息だね。もう一踏ん張りだよ。このまま一気に。ミフトさん、無事だったんですね。始まったんだよな。何としても俺たちの手で掴み取ってみせるぞ。行こうみんな。承知。
行くよ。気をつけて。その程度か。誰もが士官学院の一員であることに誇りと喜びを感じながら、この内戦の空に強い意志と明日への希望を抱くのだった。ランクアップだね。はい、学院からの特典だよ。お疲れ様。こんな感じかな。
私たちがテート解放のお手伝いですか？ルール、バリアハートが沈黙し、この浮き…ああ、やっとあっちも一区切りついてくれたんでな。久々に情報局のネットワークにアクセスできたってわけだ。ちょっと待って、一区切りついたって、クロスベルで何かあったの？ああ、あのバカでかい木、青の大樹が消滅した。消滅後の混乱はあったが、クロイス大統領も逮捕され、徐々に事態も収拾されつつある。そうだったんですか。青の大樹、尋常でない霊気を感じましたが。どうせ結社の連中もいろいろ絡んでたんでしょうけど。敬意は問われ、クロスベルの脅威は去った。だが皮肉なことに、クロスベルの脅威が消えた今、東のカルバード共和国が動き始めるかもしれないということか。共和国も現在、経済恐慌とテロで混乱して、クロスベルという獲物を前にして体制を立て直すのは間違いありません。そしてガレリア要塞なき今、共和国にクロスベルを奪われたら、いつそこを足場に帝国への侵攻が開始されるとも限らない。その意味では可及的速やかに内戦を終結させる必要があるだろう。それが我々の急ぐ理由だ。状況は分かりました。それで私たちに解放させたいとある場所とは？ああ、カレル離宮だ。カレル離宮と言って、帝都郊外にある皇帝家の離宮だったっけ？もしかして。はい、殿下。情報局の調査で、皇帝陛下とご家族の方々が幽閉されていることが判明しました。エリゼシバルツァー城とレーグニッツ帝都知事もご一緒です。父さんもそちらに？そうでしたか。確かカレル離宮は帝都近郊にありながらも天然の地形に囲まれている場所。VIP を幽閉するにはうってつけかもしれないわね。ええ、陸路のアクセスは帝都駅からの特別列車のみ。そちらはこの絵軍の部隊によって厳重に守られている状況です。ですが皆さんの勘ならば。ある、thank you.
損傷した記憶素子が徐々に回復しているようだ。部分的ではあるが、昔のことも思い出せた。うん、私が眠りについたのは250年と128日前。以前の起動者はドライケルス・アルノールという。場の記憶と共鳴したのだろう。かつてドライケルスもそなたと同じく、そこで剣の霊石を手に入れ、帝都での決戦へ赴いたのだ。多くの仲間たちと共に。うん、合法来楽にして大前自弱と言うべきか。抱擁としながらも大胆不敵。どこまでも懐の深い男であった。時に子供のような目をしていたがな。その必要はあるまい。目覚めてよりそなたのことは見てきたつもりだ。彼には彼の、そなたにはそなたの持ち味というものがあろう。それはそなたの仲間たちにとってかけがえのないものであるはず。自分が自分であることをまずは誇るがいい。任せておくがいい。
教官という職に就いてからもう少しで2年になるけど、本当にこの仕事についてよかったと思っているわ。ありがとう。教官冥利に尽きるわ。この1年間、私自身君たちから多くのことを学ばせてもらった。傭兵や遊撃士だった頃には学べなかっただろうたくさんのこと。きっとこの先どんな道を歩くことになったとしても、それは糧になると思う。迷ってはいるんだけどね。この内戦が最終的にどう転ぶにせよ、きっと帝国の在り方は変わるでしょう。その時、私はこのまま教官であるべきか、あるいは遊撃士であるべきか、この帝国で道を見出そうとしている君たちの礎となれる道、これから来るだろう最後の戦いを乗り越えることでね。君がそんな風に思ってくれてたなんて。どういたんじゃない？私の好みは渋いおじさまだって君も知ってるはずよね。担任教官として命ずる。目をつぶりなさい、リーン・シュバルツァ。いいから目をつぶりなさい、教官命令よ。現時点ではここまで。これ以上は君自身の手で掴み取ってみせなさい。私もそれまで気長に待っていてあげるから。
第四機構師団、第三機構。その程度にしていただこう。剣は剣、軍は軍、戦場にヴァンダールの名を持ち込むつもりはござらん。しかしあなたがまさか海炎鋼の企みに協力するとは。その舌下の剣、何のために振るうおつもりか。ことだ。全軍総統流の陣、敵の軌道を封じながら包囲殲滅戦へと移行せよ。勝利だろう。行くぞ。行くぞ。行くぞ。ラスト。
さ。はい、バカだ。私のバッチ。私、はい、任せて。許さぬ。行くぞ。か。見たか、八葉が一刀。外に出たか。東屋があるな。うむ、宝箱か。敵接近。マイ迎撃開始。ダンスだ。みんな一気に決めるぞ。任せなさい。任せなさい。任せてくれ。俺の番だ。行くぞ。俺の番だ。の使命を果たそう。せい。せい。襲い来る。俺の番だ。迎え撃つのみ。来た。さ、とっとと先に進むわよ。良さそうな宝箱だ。We'll be right back.
行くぞ。早い。時が惜しい。行くとしよう。よし。なんですか。ああ、よかった、無事で。父さん、無事だったか。
行きましょう、クラウソラス。マイ受けてみよう。ダメージ率上昇、やりますね。行くぞ。久々俺の番だな。行くぞ。オーバーアクセル。見事な連携だったな。ああ、なんとか合わせられたよ。目標クリア。なんとかしのげたか。だが、我らの勝ちだな。しかしまあ、学院で使ってた戦術核とはまるで別物ね。エルゼ！兄様！兄様！兄様！すまない。こんなにも時間がかかって、俺に力が足りなかったばかりに。また会えただけで、それだけで十分ですから。それに私、今まで兄様にひどいこと。分かってる。もう何も言わなくていい。とにかくよかった。こうしてお前を抱きしめられて。シスコン極まれりだね。微笑ましいわね。一途な思いか。お互いがお互いを諦めなかった結果だろう。本当に良かったな。父さんも元気そうで何よりだよ。からかわないでくれ。なんとかなったみたいね。いえ、帝国市民として当然の働きをしただけです。それと士官学院全体の団結があってこそですから。陛下もトールズのご出身でしたか。そういえば、皇太子殿下はどちらにいらっしゃるのですか。ああ。あのちょっと可愛い感じの。こらフィー。ちょっと心配ね。皇太子殿下なら王城へお連れしました。王城？バルフレーム宮に？一体どうして。開演校が執り行うという儀式、それに協力していただくために。どうやら知っていることを一通り喋ってもらうしかなさそうね。ああ、フィー、ミリアム、
オッケー。はい、動かない。にひひ、逃がさないよ。儀式の内容は私も詳しくは知りません。ですが少々遅かったみたいですね。何？この歌声って あの時と同じ。一体どこか。どうやら空からのようだが。ふしゃ、そんなのって。エマ君？エマ、どうしたのだ。魔女の眷属に伝わりし最大の禁呪とされた歌、とこしえの闇から赤き絶望を呼び出すもの。ルシフェンリート。これの武具を持ちて天命の狭間を滑る者なり。炎の守り手が据え、今より御身にことほぎの歌を贈らん。それでいい。愚帝に打ち砕かれし祖先の大望、今こそ叶えてみせよう。マリーナ殿下、全ての決着がつくまで少しばかり我慢してもらうぜ。
コーマ城、黒の司書の記述通りだね。こたびは灰の実が目覚め、青と愛争うか。ずいぶん前回と違うようだが、どのように落着するのかな。それはまだわかりません。ですが、どちらに転んでも貴族連合の勝利は万全でしょう。そして見喰らう蛇は計画を進め、私も望みを叶えることができる。行きましょう、グリアノス。物語を最後まで導くために。釣れない方、それでは。まあいい、私も己の使命を果たすとしよう。ケーラが知る必要はない。すでに伝えた通り、防空に専念したまえ。赤き翼に備えてな。それでは、私はこれで最後の任務が残っていますので。ごめん。よろしく頼む。
ちに加護か行くぞここだ任せなさい任せるかマイが剣にかけて尽くすしかなさそうだな俺の番だな行くぞここだ私の番俺の番だ任せた行くぞ崩したぞキアリ任せた俺の番だ任せたここだ私の番さあとっとと先に進むわの番だな。行くぞ。はい。行くぞ。崩れたぞ。みんな力を貸してくれ。いいでしょ。これ。
敗そう。力を尽くすしかなさそう。ここは引く。よし、次に行こう。大きいな。気をつけて当たろう。どうか気をつけて。任せなさい。俺の番だな。行くぞ。お前は任せ。受けてみよう。俺の番だな。今だ。これで終わりだ。見事な連携だ。私の番だな。マイ。俺の番だ。俺の番。私の。マイ。俺の番。ここだ。いいだろう。マイ。任せ。新手か。マイ。私の番だな。我が剣にかけて悪は許さぬ。第一層の終点みたいね。カッ
君とは10日ぶりくらいか。どうい、さあ華麗に舞いたまえ。これにて決着ですわ。私の番ね。受けて。え、最高の舞台だ。 いい加減に仕上がれですわ。こんなのはどう。許さぬ。行くぞ。行くぞ。うわ、受けてみよう。おお、行くぞ。美しい。 ありえませんわ。見事な連携だったな。この方より授かりし剣がありえん。まずい。これはまさか。おっと、よそ見は感心しないぜ。おお、早い。トバルさん、オリバルト殿下も。まったく、もう狙ったようなタイミングね。正直あざとすぎ。別にタイミングを見計らってたわけじゃないぜ。帝国西部の状況がようやく好転してくれてね。つい先ほどテートに乗り込んでここにたどり着いたばかりなのだよ。そうだったんですか。ご加勢か。まさか我が好敵手と相まみえるとは。これも女神、いや悪魔の導きとでも言うべきか。アーツしか能がない遊撃手と。せめて。ああ、ミラーならちゃんと連れてきているけどね。え、白前がヤバそうだったからちょっくらお願いしてきたんだ。お友達も駆けつけたみたいだし、すぐに制圧できるんじゃないか。お友達って、まさか。食らうがいい、ヴァンダールの剣。の諸君、助太刀をさせてもらおう。造園が来るまでの間、協力してこの場を。はあ、砕け散れ。来たか、ナイトハルト。東口で戦っていると聞いたから来られるとは思わなかったぞ。この事態にウォレス軍が一時停戦を呼びかけてきてな。そこで中将に許しをもらってこちらに駆けつけてきたのだ。ミラー、お前の方こそよくぞテートに入り込めたな。
あのお調子者の無茶に付き合ったまでのこと、おもりをトバル殿に任せたから存分に剣を振るうことができる。そうか。ならばどちらが多く片付けられるか勝負するとしようか。面白い。大体の時以来か。いやこれはこれで絵になる組み合わせですね。できれば私もお仲間に入れてもらいたいものです。彼はとにかく片付けるぞ。てなわけでここは俺たちに任せな。まだまだ先は長い。気合を入れていきたまえ。それとセドリックのことは頼んだ。了解しました。どうかお任せを。トバル頼んだわよ。じゃあよろしく。よろしくお願いします。風と女神の導きを。そうはさせませんわ殿下。合点承知だ。同時にアーツを。どちらも卓越したアーツの使い手だったな。ならば私は怪盗として対抗意識。行くぞ。ここは引くぞ。私の番ね。面倒くさ。先を急ぐわよ。大きいな。気をつけて当たろう。相手にとって不足はない。俺の番だな。よし、次に行こう。大きいな。気をつけて当たろう。
手強そうね。強敵ね。俺の番だな。上等じゃない。ここはよし、次に行こう。剣道大、どうか気をつけて。手強いぞ、行くぞ。ここはよし、次に行こう。俺の番だな。私か。行くぞ。今だ。もらったわ。ごめん。教官、先を急ぐとし。殺してかかるぞ。手強いぞ。俺の番だな。ここはよし、次に行こう。手強そうね。気を引き締めなさい。殺してかかるぞ。
を尽くすしかなさそうだな。ここよし、次に行こう。マイル、ここは引くぞ。ダメか。私の番ね。面倒ね、面倒ね。任せてくれ。ここは一旦回り込まれたか。任せるがよい。ここさらばだ。難敵だな。セッター、ここは光るとし強敵ね。上等じゃない。マイ、ここは引くぞ。え、ダメか。面倒さ、先を急ぐわよ。第二層を抜けたか。何かしら、あれ。示してもらうぞ、お前たちの力を。行くぞ。受けてみ。おもろなってきたわ。行くぞ。行くぞ。お前たち。こうだ。マイ。今だ。はい。行くぞ。はい。後期。ここまでやるか。行くぞ。今だ。みんな一気一気。私の番ね。はい。こいつはえぐいで。俺の番だ。くらえ。許さぬ。受け。抜かったわ。マイ。任せなさい。行くぞ。行くぞ。そこだ。させるか。逃がさん。マイ、私、はい。なるほど、面白い。我が剣にかけて悪は許さぬ。
手強そうに強敵ね。行くぞ。上等じゃない。受け。我が剣にかけ。はい。俺の番だな。マイル行くぞ。ここは引き際で回り込まれたか。ええ、面倒。さあ先を急ぐわよ。俺たちに加護を。ここよし、次に行こう。私の番。俺の番だな。ダンスだ。スキレイ。これで終わりだ。ここだ。行くぞ。ここだ。やらせん。私は我が剣にかけて。力を尽くすしかなさそうだな。あ、はい、今だ。みんな一気に決めるぞ。ここだ。受けて。我が剣にかけ。剣にかけて。はっ、た、た、この攻撃、逃さない。行くぞ。今だ。スキレイ。任せてくれ。任せ、任せな、今よ。ここだ。俺の番だ。俺の番。ここだ。任せ、は、え、今よ。ここだ。俺の番だ。今だ。スキレイ。見事な連携。この攻撃逃さない。
俺の番だな。今だ。みんな一気に決めるぞ。任せたがよ。任せてくれ。行くぞ。我が剣にかけて。あっ。俺の番だ。崩れたぞ。任せる。任せる。俺の番だな。抜かったわね。任せてくれ。よっ。私の番だな。我が剣にかけて。ここは城の外回廊か。テートが見えるね。すごいな、この光景は。皆さん、この事態なんとかしないとね。任せるがよか。任せる。行くぞ。第三層の終点。長かったわね。なんだこの気配は。
いけ。さあ、俺を熱くさせてみろよ。私の番ね。受け。ええ、久々に行くわよ。早っ。少々ぬるいが勘弁しろよ。行くぞ。行くぞ。だけのことはあるね。マイ。ミムラ。付き合い。塗り。行くぞ。タ。コウキ。付き合い。くらいな。不甲斐ない。行くぞ。いや。感謝するよ。はい。塗り。行くぞ。高ぶれ。オーバーアクセル。はい。塗り。後期。塗り。行くぞ。行くぞ。塗り燃えろ。甘い。塗り私の番ね。塗り俺の番だ。塗り任せなさい。塗りやめさぬ。塗り塗り受けて。マジかよ。時が惜しい。行くとしよう。これが食らうがよ。奥義なんとか間に合ったようだな。よくぞ粘り耐え忍んだ。尺閣下。渋すぎる。じゃなくてよく来てくれました。サラ本音本音ありがとうございます。感謝します。光の継承ビクター SR ゼイド。なるほど、あんたがいたか。だがあんたの剣じゃ俺は倒せない。それは分かってるんだろう。あっ、高一元の。ええ、この世界で存在するはずがない剣だわ。魔剣アングバー。言っちまったアホが使っていたケルンバイターの対となる剣だ。俺との相性が良すぎるせいかこんな風になっちまうけどな。
黒き炎。さて始めるとするかな。この力の前には抗うだけ無駄だと思うがな。若いな。ああ、宝剣ガランシャール。敵機体の副長を務めた祖先が使っていた力と剣は己の続きにあるものに過ぎない。その尋常ならざる力、確かに私を凌駕しているだろうが、振るうのはあくまで己の魂と意志、最後にはそれが全てを決する。いいだろう。だったらあんたの魂と意志焼き尽くさせてもらうぜ。その剣と光の翼ごとな。昇進。なんと無工夫だ。もはや常人が立ち入るのは許されぬ戦いだ。さあ行くがいい。そなたたちの本懐を遂げるために。みんなこの隙に奥まで一気に駆け抜けるわよ。はい、はい、落ち。剣道大、どうか気をつけて。難敵だな。手強いぞ。行くぞ。ここは引くぞ。私の番だな。ここ。さらばだ。危険度大。力を尽くすしかなさそうだ。行くぞ。ここよし。次に行こう。殺してかかるぞ。